株主優待66個目の紹介は伊藤園です。有名な会社なので説明はいらないと思いますけれども、主にお茶の会社です。この会社では100株持っていますと1500円分の自社商品が送られてきます。先週来ましたので開けてみようと思います。 なおこれが配当金の推移ですけれども左のグラフがそれです前は結構安かったのでその時に買いました最近株価をチェックしてなかったんですけれども50万超えてたんですね簡単ですけれどもこれで66個目の株主優待の紹介を終わります